刻は5時半を回りました。つながりラジオのお時間です。パーソナリティは松山秀勝です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までぜひお付き合いください。この番組はですね、みんなとつながる広がるをテーマに青森県の津軽からお送りしていきます。毎週日曜日5時半、商店の真裏はつながるラジオのお時間です。どうぞよろしくお願いします。今日は6月のですね11日になりますね。はい、もう6月半ばになってきましたけども、ちょうど梅雨、沖縄は梅雨明けしたのかな、ちょっと青森県はまだ梅雨入ってないと思うんですけどちょっと微妙なところですね。はい、沖縄はもうだいぶ暑くなってるんですかね。青森県はですね、今日中の最高気温が、まあ、25度くらいまで上がるような日もだいぶ増えてきまして、私も半袖を着てですねラジオの収録に挑むようなそんな時期になりました。はい、沖縄だともっと暑いのかな。でも青森もねだいぶ暑くなってきて、まあ真夏になるとね33度ぐらいまで青森でも上がったりしますんでね、あともう1ヶ月もするとそういう時期になってくるのかななんてちょっと思ってるこの頃ですけれども、はい、またこの番組はですねメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmギノワン.com 797@fmギノワン.com。 この番組は YouTube でもご覧いただくことができます。ネット配信しております。 FM ギノワンさんの YouTube のチャンネルのご登録ぜひお願いします。つながるラジオでご検索いただけますと、過去のアーカイブですね、見ることもできますのでよろしければご覧ください。はい、あとはサイマル放送ですねやっております。リスラジカマイチューナーラジオでこのラジオをリアルタイムで楽しむこともできます。皆様のご視聴のしやすい環境でいろいろ聞いていただければなというふうに思います。はい、それでは今日も早速始めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家のお困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ Facebook ページからお問い合わせください。はい、ということで、改めましてつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、この番組はいつも収録でお届けしてるんですけどもですね、ちょっと実は取りだめをしてですね、この収録自体結構久々ピザなんですよ実は5月にちょっと取りだめをしましてなのでちょっとかなり久しぶりでラジオのこの収録が少し緊張してます慣れてきたかなと思ったらやっぱダメですね。毎週定期的に収録してたんですけどね、ちょっと事情があって取りだめしなきゃいけなくてですね、取りだめしたらなんかもうぎこちなくなってます今でですね、まあじゃあなんで取りだめしたのかっていうこともですねちょっと含めて、今日はちょっとお話ししていきます。はい、まあ、今日のお話はですね、以前もちょっとこのラジオの中でもお話をしたんですけど、まあ、挑戦していることがあってですね、で、まあ、いろいろ挑戦していることがあるんですが、その中の一つに、資格の取得ですね、資格勉強をずっとしてました。はい、でその取りだめをすることになった、きっかけはですね、その資格勉強の、まあ、受験があったわけなんですね。ちょうどその試験日と、
いつも自分が勝手に決めてる収録日、まあ、被ってしまって、まあ、ずらすやって話なんですけどね、まあ、ちょっとやっぱり受験前だったんで、なるべくちょっとこう勉強の方にですねお時間割いていきたいなってそんな気持ちがあって、取りやめをしました。はい。で、まあその受験のしてきたんですよ。うん。で、自分がですね、まず何の試験を受けたかというと、ファイナンシャルプランナーっていう資格を受けました。で、まあ、これどういった資格かっていうとですね、まあ、通称 FP なんても呼ばれてるんですけど、まあ、生きていく上ではですね、いろいろやっぱお金にまつわることとか出来事とかたくさんあると思うんですよね、うん、でそういったものをこう広く、勉強していくっていうですね、そういう資格になっております。で、まあ、3級から受けることができまして、2級、1級というところでですね、まあ、段階を踏んでいくような資格でもあるんですけど、まあ、私は今回初挑戦になりまして、FP の2級をちょっといきなりなんですけど、受けることにしました、うん、でちょうど去年の12月ぐらいからかな、ちょっとずっと勉強してたわけじゃないんですけど、まあ勉強していてですね、その FP とかそういう資格の勉強っていうのは実はあまりこの人生の中で経験がなくてですね、本当今年入ってから初めてそういった資格試験を受けました。はい、ちょうど今年の2月に簿記を受けたんですよ。簿記3級、日照簿記3級を受けて、でそれは合格をして、で今年2つ目の資格取得のチャレンジとして FP2 級を5月にちょっと受験をしたんですよね、うん、でこれ FP って試験はですね、まあ先ほど言ったようにこう広く浅く、浅くって言わないか、広くお金にまつわる知識をつけるっていう風な科目になってますので、勉強する分野が6科目あるんです。6つの分野を勉強するんですよ。ライフプランニング、年金とか、あとは国民保険とか社会保険とか、そういったことに、皆さんもね、何かしら全員入ってると思うんですけど、そういうライフプランニングにまつわること、あとはリスク保険ですね、普通の医療保険もそうだし、あと家の火災保険とか、まあ、自動車保険とかもそうですよね。そういう保険に関するリスク分野っていう、そういった科目もあって、あとは金融資産運用って言ってですね、まあ、投資にまつわること、株とか、債券とか、まあ、そういうふうなことを勉強したりもしましたし、あとはタックス、税金ですね、税金、まあ、所得税、相続税、贈与税、まあ、いろんな税金、のことも勉強しました。あとは不動産、お家買うときどうするのとか、登記はどうするのとか、まあそういうこともあったりしますよね。はい。不動産も勉強しましたし、あと相続事業承継、ね。まあ残念ながら、自分の親が、天国に召されたときには、まあ相続が発生すると、これは誰しもが、人は皆死にますので、誰しもが経験することだと思うんですけど、それで相続事業承継という分野もですね、勉強するんですね。だからもう本当幅広いんですよ。うん、本当幅広くって、で幅広いがゆえにすごくなんですかね、あとは身近なことが多いので、まあ、資格取得とはいえどもですね、まあ、自分自身が一番勉強になるっていうのもこの FP 試験の一つの特徴なんじゃないかなというふうに思ってるんですね、うん、なので実際私もかなり勉強になってですね、まあ、知ってるようで知らなかったこと知らなくて初めて知ったこと、たくさんありましたという感じでした、うん、でこの6科目をですね、やっぱりこうまんべんなく勉強する必要もがありましたので、まあ
で、去年の12月ぐらいから取り組んでですね、まあ、3科目ずつぐらい、ちょっとこう、分けて勉強したんですけど、やっぱりですね、こう、6科目もあると、やっぱ苦手な科目と得意な科目ってやっぱ出てくるんですよね。いろいろこう問題集解いたりとか、模擬試験を受けてみたりとか、まあ、いろんな形で自分のその学力をチェックするっていうことをしてきたんですけど、僕がやっぱ得意だったのはですね、金融資産運用が結構得意でした。まあ、自分自身も少し、まあ、大きい額じゃないですけど、NISA とかね、イデコとかって言われるような、まあ、国がこう推奨している非課税枠がある、そういった投資ですよね。まあ、老後の資金のためにっていうことで、ちょっとやっているっていう、まあ、ちょっと少しかじっていたっていうこともあって、金融資産運用に関してはですね、かなり出来が良かったんです、いつも。やっぱり自分が実感してること、やったことがあることって、やっぱ強いですよね。うん。で、反面ちょっと弱かったのがですね、2つあって、不動産。不動産と、あと相続事業承継ですね。この辺あんまり自分がこう、今までの人生の中で体感してないんですよ。うん。で、相続事業承継もそうですし、不動産もあんまり触ってないんですよね。で、初めましての知識がやっぱり多くて、結構ここがですね、すごい覚えづらくて苦労しました。はい。ですね。うん。で、まあ、こういったこう、資格試験をね、こう受験をするっていうことのこう、メリットっていうのは、まあ、今みたいにこう、もちろん知識がついていくっていうことも、一つの、メリットではあるんですが、まあ、これやっててですね、ちょっと気づいたことというか、まあ、感じたことなんですけど、この資格を取るっていうことが目標なんですけど、何ですかね、この勉強をする仕方っていうんですか、勉強のやり方とかですね、そういうのも長らく勉強、テキスト開いてお勉強するっていうことが、本当長らく何十年となかったんで、その勉強のやり方とか、あとはノート、まあ、こちら書いて覚える派だったんですけど、まあ、ノートの取り方。なんかこう、テキストに書いてあることを自分なりに分かりやすくまとめてみるみたいなですね。なんかそういう風なノートのまとめ方とか、うん、そういうのも結構身につくなと。うん。なんかこう、まとめるとかですね。うん、あとは、効率よく勉強していくとか、自分がどうやったら記憶に脳にこう定着するかみたいなことを結構いろんな方法でね、試したりもしました。うん。例えば朝起きて、勉強してみるとか、あとは夕方勉強してみるとか、あとは夜に勉強してみるっていう時間帯を変えてみるもそうですし、あとはね、今すごく便利だなと思うのは、こうテキスト読んでもやっぱ分かんないことってすごいやっぱあって、で、それを分かんない分かんないって言ってもしょうがないんで、でも今はすごい便利なのは YouTube ですよ、YouTube。YouTube はね、かなり活用させていただきましたね。なので YouTube を今、無料で、その FP 試験に対策する、しましょうみたいなことを動画を上げてくださってる方がいてですね、すごくそれもわかりやすく上げてくださっててですね、本当に助かりましたね。なんで、テキスト読んで、わかんないところは、やっぱ YouTube で、動画で見て、で、理解する。うん。とか、あとは実際に言葉を検索してみる。とかですね。なんかそういうことで、ちょっとこう、なるべく自分の記憶に残していく。みたいなですね。
で、動画でやるってすごく便利だなと思ったのは、読み飛ばしもできるじゃないですか。もう分かってるところはどんどん飛ばしていけるし、あと分かんないところはやっぱ繰り返し聞くこともできる。で、あと YouTube のやっぱもうメリット、上げたらきりないですけど、やっぱ倍速再生ですよね。で、たとえ20分の動画でも2倍速で聞いたら10分で聞けるから、1回聞いてもね、僕ちょっとあんまり分かんないんですよ。だから大体2回目か3回ぐらい聞くんですけど、その倍速で聞いたとしてもやっぱ2、3回聞くから、で、だん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 ちょっと残ってくるとか、で、問題解いて間違えて、あれ？これまた間違えてるわと思ったら、そこで YouTube 見直すとか、テキスト見直すとか、なんかそういう、やっぱ動画の活用ってね、めちゃめちゃいいなと思いましたね。本当に世の中の、その YouTube 上げてくれてる人たちに、本当に感謝 しました。もちろんね、テキスト作ってくれたりとか、教えてくれてる人たちにも感謝なんですけど、やっぱ動画の分かりやすさっていうのでね、自分が一番響きましたね、学習する上では。そういったことも含めた勉強の仕方。僕らがね、学生の時って、こう動画で学習するっていうことがあんまりなかったし、もちろん YouTube もなかったんでね。そういう今の学生さんって恵まれてんなーとも、ちょっと羨ましいなとも思いましたね。 でも本当すごくないですか？テキストね、私は買って、まあ、あと授業も学校に通ってたんでね、授業も受けに行ってたんですけど、正直でも YouTube 無料で見れちゃいますから、うまいことやったら多分あれ全然 YouTube でテキスト一冊なんかちょっとこうね、いいのチョイスすれば、FP はこれ学校通わなくてもいけんじゃねえかなっていう、 なんか結果論そんな感じもしましたよ。 なんでね、もしこれから FP 試験をね、なんか考えてるぞーって方がいらっしゃったら、もちろん学校行くのも良しだと思うんですけど、スタイル、様々ね、皆様の合うスタイルあると思うので、合ったものでいいと思うんですけど、極論 YouTube だけでいけちゃうんじゃねえかなって、そんな感じも、なんかこう、わかった 感じがします。なんで、今後なんかね、資格取ろうと思うときは、自分は多分 YouTube から今度入っていくだろうなと思いますね。なんかまたちょっといくつか資格考えてるんですけど、今すぐじゃなくてもね、ゆくゆくちょっとこういった資格取りたいなっていうのも少し考えてるものもあって、なんでちょっとたまに YouTube を見ていこうかなっていうふうにはちょっと思いましたね。なんでぜひ、そういう資格の勉強をする方にはおすすめです。だから今回のね、その FP 試験受けて、やっぱこう学びになったのは、そういった知識もそうだし、あと勉強の仕方もそうですし、あとメンタルですね。メンタルも、これ、やっぱり、教えてくださった方がいてですね、やっぱ資格試験ってメンタル大事だよと。で、やっぱメンタルボロボロになっていく瞬間あるんですよ。同じ問題でつまずいたりとか、あとはもうどうやってもこうやっても頭に入ってこないとか、なんかそういう時期ってやっぱあるんですよね、スランプじゃないけど。で、私5月のね、末に試験を受けたんですけど、正直ね、その5月の中旬ぐらい、だから試験の2週間ぐらい前まで、もう、マジでわかんない、これやばい、みたいな問題かなり多くて 全然6科目、これ絶対点数取れないよ、俺って思ってたんですよ、正直2週間前まで。で、そっからなんかね、さっき言ったように YouTube の動画見まくったりとか、隙間時間勉強したりとか、なんかいろいろこう、あの手この手でやり始めたら、こう、
いきなりね、なんかこう、視界がブワッと開けた瞬間があって、あ、なんかいけるかも、みたいな そんな風に思えた瞬間があったんですよ。で、多分ね、これ、大学受験とか、高校受験の時も、今思えばそうだったのかもしれないですけど、なんか大体そういう勉強系って、いきなりドーンってこう、比例していくような感じっていう、伸び方、能力の伸び方じゃなくて、こう、なんか踊り場がこうあった上で、こう、ギューンとこう、いきなり伸びていくみたいな。なだらかにこう、スキーのジャンプ台みたいに伸びていくみたいな。そんな感じがしましたね。よく言われるじゃないですか。現役生と浪人生の違いって、まあ、浪人生もあってね、1年間、まあ、現役生に比べたら、1年間やっぱり長く勉強してるから、現役生よりも、やっぱ最初の学力っていうのは当然高くって、現役生の方が低いんですけど、最終的には現役生の方が同じようにこう、ジャンプ台みたいな伸び方をこう、ギュンっていう伸び方を、ギュンっていう伸び方をするから、浪人生の能力を模擬試験でも上回るんですって。だからね、やっぱこう、そういう、こう急激な伸び、最後の追い込みの伸びっていうのは、こうバカにできないなと。で、これはその、年関係なく、いくつになってもね、ちょっと変わんないんだなっていうのもね、よく分かりました。結構この資格試験を勉強することで、得られるものっていうのは結構あるんだなと。知識以外にもそういったメンタルのコントロールとか、あと成長の伸び方とか、なんかそんなね、なんか知識以外のことも得られるっていうのは結構いいなっていうふうに思いましたね。なんか今後にもちょっとこう活かせそうだなと。試験、いろんな資格試験をね、挑戦する際には活かせそうだなというふうに思いましたね。で、次、実はね、6月に、まあ、簿記、2月に簿記3級取ったんですけど、2月に簿記、あ、この6月に簿記2級を受験する予定でいるんですよ。で、簿記2級ってね、簿記3級と比べるとね、ちょっと比じゃないぐらい結構難しいって言われてるんですけど、まあ、確かにやっててですね、難しいんですよ。で、しかも5月にFP 試験受けちゃったから、ちょっと簿記が頭から離れてて、3月、2月か、2月に簿記受けて以来、ちょっと間が空いてる。2級の勉強ね、ちょっと4月ぐらいまでは並行してやってたんですけど、一時から FP にちょっと振り切っちゃったんで、すげえ忘れてるんですよね、簿記。っていうんでね、でもちょっと申し込んじゃったからには、まあ、なんとかね、ちょっと、あと、2週間ぐらいなんですけど、なんとか、簿記2級、ゲットしたいなと、頑張って勉強したから、これも とは思ってはいるんですけどね、ちょっとこう、ちょっと、さっきね、成長曲線の話、スキーのジャンプ台を、みたいなよ、みたいな話しましたけど、今のところその自信がないですね。簿記に関しては。だって、もしかしたら、年内別日でリトライするかもしれません。その時は、またご報告をしていきたいな、というふうに思います。まあ今日はですね、ちょっとこう資格試験を、ちょっと FP を受験したよ。で、それ得られたものはこんなだったよ、みたいな話をしました。あ、そうだ。FP のね、ちょっと合格発表っていうのは7月なので、まだ合格したか不合格なのかっていうのはわからないんですけど、一応自己採点はできるんですよ。問題持ち帰りが OK だったんで。で、自己採点をした結果は、まあ、回答欄をミスったりとかね、一個ずつずれてるみたいな、そういうなんか ミスをしてなければ、多分大丈夫。
多分合格してるんじゃないかなとは思います。ちょっとこればっかりはね、7月になってみないと分かりませんけど、また結果が分かりましたら、ラジオでも報告させていただきます。 はい、ちょっと楽しみに待ちたいなと思ってます。はい、ということでですね、エンディングを、の時間でございます。毎週ですね、日曜日、5時半からつながるラジオ、お送りしております。で、私のですね、YouTube でご覧いただいている皆様、私のその画面上に、QR コードがございます。この QR コードのちょっと説明をさせていただければなというふうに、思ってましてですね、私の Facebook だったりとか、あとはホームページだったりとかですね、お仕事のことだったりとか、その辺のこの、まとめて、この QR コードの中にギュギュギュッと詰め込んでいますので よろしければですね、読み込んで、ご登録いただけたら嬉しいなと思ってます。で、毎日、何かしらこう情報発信をさせていただいておりまして、今話した、FP 試験の話もそうですし、あとは、過去に勤めてたユニクロの話もそうだったりとか、そういう今やってる DX のお仕事のことだったりとか、脈絡もなくですね 毎日日々感じたことをですね、ノートと Facebook にて発信させていただいておりますので、よろしければ、ご登録の方もお待ちしております。ということで、お時間になりましたので、また来週同じ時間にお会いできればと思います。さあ、お相手は松山英和でした。ではまた皆さん、来週お会いいたしましょう。それでは、さようなら。ありがとうございます。